こんにちは、りょうこばあばです。前回お花を紹介したんですけど、今回はこのお花をね、編もうかなと思ってるんですけど、お花を編んで、葉っぱを編んで、最後にね、このピン、クリップとブローチピンなんですけど、この金具があったので、これをつけるまでの動画をご紹介しようかなと思います。今から編むんですけど、今回もこの白のね、レース糸で編もうかなと思っています。これは20番のレース糸ですね。すべて今まで編んだお花は20番の、レース糸で編みました。で、針ですね。針は、0号のレース針ですね。0号のレース針で編みます。2回指に巻きますよね。1回、2回。そしたら、最初ね、この白いお花だけを編みます。引き抜いて、輪の中に細編みを5目。1、2、3、4、5目。絞って、最初の細編みに引き抜いて閉じますね。で、2段目は倍の10目ですね。1目ずつ増やし目をしていきます。根元の目から増やし目、次の目も増やし目、5目すべて増やし目をします。2段目を10目編みました。最初の細編みに引き抜きますね。次、3段目立ち上がって、最初細編み、次増やし目、これを繰り返していきます。1目2目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 これで3段目を15目にしました。最初の目に引き抜きます。ここから花びらを作っていきますね。花びらは立体花びらで、手前と向こう側ね、花びらを作っていきます。そしたら最初に鎖編みですね。鎖編みを2目1、2したら、根元じゃなくて隣の目に長々編みを隣の目に1回2回3回します。3回。そしたらまたあと隣の目に長々編みを3回1回2回3回3回3回ですね。そしたら鎖編みを2目で隣の目に引き抜きます。こんな感じですね。でまた鎖編みを2目長々編みを隣の目に3回1回2回3回そしたらまた隣の目3回ですね。1回2回3回
鎖編み2目で隣の目に引き抜きます。こんな感じで、1つの花びらを1つの花びらを2目使って花びらを作っていきますね。こんな感じで作っていきます。あと3枚作っていきます。最後のお 花びらの鎖編み2目ですね。それを、最初の花びらのここの根元ですね、根元に針を入れて引き抜きます。これで、5枚のね花びらができました。そしたら後ろの方にねあと5枚花びらを作るので、今からその花びらを作る前の段階ですね。鎖編みを5目します。1、2、3、4、5目。そしたらこの5目の中に、花びらを作っていくので、5目編んだ後に、この花びらと花びらの根元ですね、鎖編み2目してますよね、こっちとこっちと、そこの根元の目を1本ずつ開います。もしわからないときはもう根元らへんの糸をこうすくわれただすくうだけでもいいです。そして引っ掛けて引き抜いてね、もう一回引き抜きます。そしたらこの花びらの後ろに鎖編み5目がこう渡っていきますので、そこまでして次の花びらを編みます。で1、2、3、4、5ぐらい後ろに向けて花びらと花びらの根元ですね、鎖編みの、ね、とこですね、根元の2本を針を入れて引き抜きます。こんな感じであと3つですね。最後の花びらの後ろの5目を編みました。これを最初の5目作った鎖の中に針を入れて引き抜きますね。引き抜きまして右の端にこう寄せた感じで引き抜きますね。で今から、後ろ側の花びらを作っていきます。鎖編み2目で長々編みを、この鎖編みの中に長々編みを8回入れます。最初は2目で3目ずつで6回だったですよね。で次は長々編みを鎖編みのこの中に8回入れて花びらを作ります。1こんな感じになるので、右の方に端の方に寄せながら編まれるといいと思います。2、3、4、5、6、7、8回鎖編みの中に長々編みを編みました。そしたらもう1回鎖編みを2目して同じところに引き抜きます。同じ鎖編みに引き抜きますね。こんな感じで前と後ろに花びらができました。次は編みにくいのね、編みにくいので最初の花びらをこう倒した感じで編んでいきます。からまた隣の鎖の中に針を入れて1回引き抜いて、この中に引き抜いてこっちに移動しときますね、端っこに。そこからまた同じように鎖編みを2目して、またここの鎖編みの中に長々編みを8回こんな感じで8回編んでいきます。5枚目の、花びらの最後の鎖編み2目ですね。2
目編んだら最初の花びらの根元、鎖編みを立ち上がったところの根元ですね、ここに針を入れて引き抜きます。で終わりますね。で糸始末をしてきれいにね花びらを整えておきます。そしたら次ですね、この中の、ビーズを編み込んだ花の芯ですね、今から花の芯を編んでいこうかなと思います。今からですね、レース糸の30番に、ビーズをね通すんですけど、最初は20番のレース糸でお花を編みましたよね。で、私が、20番と30番と40番のレース糸にちょっと通して編んでみた結果、30番のレース糸の方がなんかしっくりしたので、ビーズは30番のレース糸で編もうかなと思います。ビーズを通してね。で先端から2センチほどこういった裁縫上手ボンドをこうこんな感じで2センチぐらいのところにボンドをこうなじませますよね。そして濡れてる時にこの、寄りに沿ってこう寄るんですよね、こう固めるんですよね、ボンドを。で綺麗に固まっこうなったところで、しばらくね置いといて、もう先端が固くなったらビーズを通します。ビーズは、丸大ビーズを使っています。こんな感じでちょっと容器に移して、もう穴にねこう通すだけ、こんな感じで、面倒な作業ですけどね、こんな感じで通していきますね。で通す数は、ビーズの数ですけど、3段編むので3段の円の編み方で3段編んで縫い付けるので、輪の中に6目細編み編みますよね。最初1段目たらビーズも6個入りますよね。で2段目は倍の12目なので、12個のビーズが入ります。3段目は、6増やして18目になるので、18個のビーズが入ります。だから6個と12個と18個の合計をこの、レース糸にね通して、その数が、36目になるので、36個かな、6個プラス12個プラス18なので36個のビーズをこの中にレース糸に通して、しっかりね数をきっちり数えて、レース糸に通します。今から通していきます。36個のビーズをこんな感じに通していきました。そしたら1段目は6個使うので 2,4,6 6個だけ最初、糸のね先端の方に持ってきておきますね。たら、円の編み方を編むように編んでいきますね。その時にこれは0号のレース針で編んだんですけど、20番のね糸なのでちょっと太いので30番のレース糸で今回編むので4号針に変えました。もしねお持ちでない方はもう同じ針でいいと思うんですけど、その時はねきつく編んだり緩く編んだりして針の号数に応じてね調節してくださいね。たら今から、花の芯を編んでいきます。指に2回巻いて円の編み方ですね。円の編み方で引き抜いて閉じますよね。そしたら6個用意しとくので
引き抜いてもう一回輪の中にくぐらせて引き出します。そして針に2本かかっているので2本かかっている状態で1個手前に持ってきます。指で。そして編みます。これで1目ですね。でもう一回くぐらせて2本かかっているので手前に寄せて編みます。引き抜いて寄せて編みます。引き抜いて寄せて引き抜いて編みますね。で寄せて編みます。寄せて編みます。この状態で6個のビーズが編み込まれましたね。そしたら絞りますよね。絞って表裏返しにしたらこんな感じですね。そしたらですね、最初のこの細編みビーズを通したところの目ですね、ちょっと見づらいんですけど内側になるんですよね。ビーズが通ってるところが裏、表側が手前の方ですね。そしたらこのビーズが通ってる最初の目に針を入れて引き抜きます。普通だったらビーズを使わないときは最初の目に引き抜いて立ち上がるんですけど、立ち上がりながら行ったらビーズとビーズの間隔が空いてちょっとおかしくなるので、もうそのままぐるぐる編んでいきます。今6個編みましたよね。そしたら最初のビーズを入れた目に針を入れて引き抜きます。また2本かかってますよね。そしたらここからがまた2段目になるんですよ。2段目になるので2段目は倍の12個、4、6、8、10、12、12個を手前の方に持ってきて、2目ずつ1目を2目にしますよね。倍だから、はい、引き出して、ビーズを寄せて編みます。1目ですね。もう一回同じところ1目に2目ずつなので2段目はもう一回同じところに針を入れて2本かかってるので引き寄せて編みます。今度は次の目、このビーズのこの手前のところに目があるので細編みの頭があるので引き出して編みますね。でまた同じところに針を入れて寄せてビーズを編み込む。今度はここ引き出して1回、2回、そしたら次はここですね。ここに針を入れて引き出して1目、もう1目ですね。次ここ1目、もう1回ですね。で最後の目に針を入れて1回、もう1回ですね。で2段目ができました。そしたらもう3段目は隣のこの目ですね。この目に針を入れて引き出しときますね。そしたらあとの残りの18個のビーズを編み込んでいきます。
き出したので、これが、3段目は1目2目1目2目と編んでいくんですよね。1目に1目、隣の目は増やし目で、また隣の目が1目、隣の目が2目、そんな感じで1目2目1目2目2目と、編んで18個のビーズをね編み込んでいきます。最初の目は1目ですね。で、隣の目が2目、2目といっても1目ずつですね。1回2回2回、でまた隣が1目、隣の目が1目、隣の目に2目入れますね。2目増やしますね。1、2、でまた1目ですね。1、隣の目が増やし目、1回同じところにもう1回で、隣が1目の目が増やし目、2回、隣の目が1目隣の目が増やし目、隣の目が1目で、隣の目が2目、1、2ですね。これで全部18目使いました、3段目がね18目になりました。最後ですね、隣の目に針を入れて引き抜きます。これで、ぐるぐる編みの3段のビーズを編み込んだ、花の芯ができました。で、この糸ですね、糸は、この花にこう縫い付けていくので、ちょっと長めにですね、そうですね、20センチほど、残してカットします。こんな感じですね。だからビーズが編み込まれてる方が裏になりますね。で、こっちが表になるので、ちょっとね編みづらいんですけどね、こんな感じに仕上がります。ただ裏の方に糸が出てる、最初の糸が出てるので、中からねこう針を出してこっちの方にこう持ってきときますね。そしてギュッと絞ります。絞って何目かね、すくって糸始末をします。ありが通らない。根元の何目かをね、こうすくってからぐっと絞って糸始末をします。これで、花の芯ができましたね。たら今から花の芯を縫い付けていきます。